브레이브월드 이기는가? 라운드 1. 파이트! 야! 어디야? 어디야? 야! 브레이브월드 이기는가? 라운드 1. 파이트! これぐらい上手くなりてえな。 라운드 2. 파이트! これぐらい上手くなりてえな。 브레이브월드 이기는가? 라운드 1. 파이트! やっ、遅い。やっ、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 やっ
また喧嘩しちまったよ。Round two, fight! おー、ビッテンにやれ！ビッテンにやれ！ビッテンにやれ！ちょっといヘッ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 
また喧嘩しちまったよ。ブレイボールといきますか。拳で語ってみろ。ラウンド1ファイト。ブレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。ブレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。やっ
브레이브월드 이겼다. 라운드 1. 파이트. 야야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 
雷蔵は倒され、三人は揃って家路へと向かった。そして、ようやく五輪高校にも平和が訪れた。だが、昌磨には真の平和は訪れなかった。学園に襲われ、傷ついた兄の容体が悪化していたのだ。医者は首をかしげるだけだったが、昌磨には分かっていた。兄は本当の敵がいることを知らせてくれている。自分が兄を守るんだ。もう兄は憧れではない。自分の大切な兄弟だ。兄貴ごめんよ。オイラが停学にならなければ兄貴を守れたのに。兄貴の夢を壊したのはオイラだ。気にするな。医者も時間はかかるが、腕は元通りになると言ってくれたからな。本当なのかい兄貴。ああ、だけど卒業してすぐにプロになるのは間に合わないから、大学からプロを目指すことにするよ。そしたらお前の方がプロでは先輩になるな。冗談はやめてくれよ。チビの万年補欠がプロなんかになれるわけねえよ。お前この1年で身長が随分高くなっているのに気がついていないのか。お前は野球の力も身長もまだまだ伸びるさ。そうだな、そのお前の彼女よりも背が高くなるぞ。彼女ってそんなのと違うよ。アンディ頭っておかしくなったんじゃねえか。おいおい、そんなに顔に出ているようじゃピッチャーに狙い球を知られてしまうぜ。ああ、まずあの短期から直さないとプロ野球どころじゃないな。